本堂とは仏教寺院において本尊仏を安置する建物の故障、仏像の一種。日本では一山の本尊を安置する寺院の中心的な道を指して本堂あるいは本堂ということが多い。本堂が飛鳥時代から平安時代前半にかけての古代創建の寺院で多く使われているのに対し本堂は宗派にかかわらず 古代以降も含め広く使用される。ただし、奈良時代創建の寺院でも、新薬師寺、西大寺のように現在は、本堂という名称を使用している寺院もある。延暦寺など、天台宗寺院では同様の建物を、根本中堂もしくは、中道と呼称し、前宗寺院においては、仏殿と呼称することが多く、大幕宗では、太友宝殿という。しかし、 禅宗にあっても特に北条形式の中心道具を指して本道と称する場合も多い。一般的に大陸より初期にト来した系統の伽藍においては、近道、禅宗にあっては仏殿、日本的発展を遂げた寺院では本道と称すると理解してよいが、常実のように明確な区別は困難である。また、室生寺や大間寺のように、近道と、 本堂が別個に存在する寺院もある。室卜寺には、平安時代前期以来の本堂があるとともに、鎌倉時代末期の延長元年に造営された、環状堂が本堂と呼ばれている。奈良時代に建てられた大間寺でも創建当初の本尊仏である、弥勒菩薩を安置する、仏堂を本堂と称するのに対し、陰世期の英略2年に建造された。 東マンダラのあるマンダラ堂を本堂と呼称する。これらは寺院創建当初の古代にあって本尊物を祀った建物を本堂を落とし、時代の変遷の中で信仰対象の中心が変わり、後に当該寺院の中心的な施設となった建物を本堂と称して両者を使い分けるようになったものである。本堂を称する死に中世から近世にかけてのではの本堂氏がある。 ありがとうございます。